限界まで追い込めば上半身はビルダーのようなメリハリのある体を作ることができる。大胸筋が歩いてる、バズーカ岡田です。今日のテーマは自重トレーニングだけでボディービルダーになれるのか、この話を考えてみたいと思います。ジムに行かないとそんな体になれないんでしょって話はよく言われます。まあ確かに私もジムに行きまくってます。でも本当にジムに行ってマシンやバーベルを使わないとボディービルダーのようになれないのかという話は、ジムに私が行ってるからジムに行かなきゃダメだというふうにはならないわけですよね。少しいろいろな事例を踏まえて考えてみたいと思います。まず自重トレーニングを最強にやっている人種、これを考えてみたいと思います。自重トレーニングを最強にやっている人種は私は2つ挙げることができるというふうに思います。1つは器械体操選手、もう自重トレーニングの究極系ですよね。最近ではストリートワークアウトなんて言われていて、鉄棒で体を鍛えまくる方々もいます。あの鉄棒の動作を見ると体操の動き、器械体操の動きととてもよく似ているなというのが分かると思います。実際に器械体操選手の体を見たことがあると思います。オリンピックなんかでよく見てしまう、つい見てしまいますよね。日本人の選手が見たいけどその間の外国人選手もつい見ちゃうみたいなパターンがよくあると思います。その時皆さん大体演技の完成度とか点数を見てると思うんですけど、私は筋肉見ちゃいます。で、まあ、体操は特にほとんどの人がすごい体してます。で、筋肉の形がボディービルダーにものすごい近いです。骨からとても鋭い角度で立ち上がって鋭い角度で骨に付着する、この筋肉の隆起、これはもうボディービルダーと同じかそれを凌駕するレベルじゃないかなと。特に上腕二頭筋、肘を曲げるこの筋肉ですよね、とかあと肩の筋肉、三角筋、それから広背筋っていうこの脇の下からウエストに向かって逆三角形を作る筋肉、この筋肉の隆起はボディービルダーを上回る可能性も十分あると思います。ということで自重トレーニングを究極にやっている人たちを見ると割といけるというふうに思います。ただ体操選手を見た時に足はどうかっていうとあんまり足映らないですよね。で、実際に皆さん長いタイツを履いてることが多い、あれ多分そう、全員そうなのかな、機械体操の多分競技ルールがあると思うんですけど、足の筋肉があんま見えないですし、そんなに太くないんじゃないかなっていうようなシルエットをしてますよね。まあ実際腕を使って鉄棒やそれからあん馬、そして釣り輪、こういったものにぶら下がったり押したりするんで足が重いと邪魔ですよね。なので足は細くてもいいという競技特性があるんじゃないかなというふうに思います。ということで足まで太いボディービルダーのようにはなってないと。では次、足も完璧に鍛えられている自重トレーニング最強の人たちは誰かっていうと、やっぱり陸上選手ですよね。特に陸上短距離選手の足はもうバッキバキですよ。すごい筋が入ってて、まあ、全く体脂肪もないし筋肉のカットがすごいですよね。あれを見るとカット自体はかなりボディービルダーに近いものがあるなと思います。ただし筋肉全体がビルダーのように隆起はしていないと思うんですよね。いわゆるキレがいい選手、カット系の選手ですよ。バルク派じゃない選手いますよ。ボディービルダーにも太くなくてカットがすごくて勝っていく人、太さばっかり考えると勝ってないですからね。ということで自重トレーニングを最強にやっている陸上短距離選手の足を見ると、まあ、割とボディービルダー化できると考えると、自重トレーニングでも上半身の体操選手、下半身の陸上競技選手というようにかなり高いレベルの体を作ることができるのではないかというふうに私は考えています。実際さらに深く考えていくと、機械体操の選手は実は体重がめちゃめちゃ軽いです。体重50キロ台という選手もたくさんいるそうです。50キロ台ですよ、めちゃめちゃ軽いですよね。成人男性で50キロ台って言ったら結構痩せてる感じじゃないですか。というように実は、体自体は軽い、筋肉自体はものすごい大きいわけではないんですよ。すごい隆起をしているのですごく太く見えるんですよね。これは私が前チャンネルで、説明した錯視で太く見えるっていうような目の錯覚なんですよね。実際は体重55キロしかないわけです。じゃあボディビルダーはもっと筋肉あるからもっと重いでしょうっていうふうに思うかもしれません。だから機械体操のような自重トレーニングではビルダーのようになれないでしょっていう話かもしれません。でもボディビルダーも実は薬を使わない、禁止薬物を使わない、アンチドーピングを徹底している選手は実は体重がそんなに重くないんですよ。ボディビルの全日本選手権、体重無差別の最高峰の大会があります。これで優勝する方はともすると70キロ以下級の選手ということもあります。70キロ以下級ですからね、70キロないですからね、60キロで
でも写真を見るともうモリモリですよ、まあ、皆さんよく知ってると思います。ゴード浩二選手、彼も70キロ級の選手です。それから田代誠選手、まあ、皆さんも知ってますよね。ミスターパーフェクト、もう日の打ち所のない体を作っている選手です。田代さんも70キロ以下級です。ということで、実は体重がなくてもものすごく大きく体を演出することができる、まあ、その最強パターンはですね、皆さんツイッターとか見てる方は知ってると思います。ビッグキラー赤澤、まあ、また別の名をレッドスパイダー赤澤、赤澤則明さん、よくあのインコとかを手首とか乗せてポージングしてる人です。彼55キロ級ですからね。55キロ級でもものすごい筋肉量に見えますから、もちろん身長の問題もあります。ただ筋肉の隆起がすごいんですよね。体操選手と同じですよ。ということで、実は体重が大きくなる、筋肉量がものすごい増えなくてもボディービルの選手としては一流になれるし、体操選手も実は体が軽いという点で一致しているわけですよね。なので機械体操のように自重トレーニングを完璧にできればボディービルダーのような上半身ができる可能性があります。そして陸上選手のように短距離走で下半身の筋肉の爆発的なトレーニングをしまくればボディービルダーのカット型の足は作ることができる。ただ自重トレーニングだとなかなかね限界まで追い込めないという方もいるんで、私としてはダンベル、バーベル、それからマシンを使った方が、まあ、私もそうです、一般の人にとってはいい体を作るときに有利なのではないかなというふうに思います。実際に研究を見てみてもそうなんですけど、筋肉を大きくするためには最大筋力の 67% とか下げても大丈夫と、あんまり下げすぎると良くないというふうに言われてたんです。それ以下の重さになると筋肉を大きくするんじゃなくて筋持久力をつけるトレーニングになりますよっていうのが、まあ、これまでの科学的な説明だったんですね。でも、最近の研究では実はね最大筋力の 30% まで落として、これはだからもう自重トレーニングとあんま変わらないですよ。ものすごい軽いですから、100キロ上がる人だったらたった30キロですからね。このトレーニングを限界まですればマックスの 90% ぐらいの重さを限界までやるのと同じぐらいに筋肉が大きくなったってデータもあります。なので実は自重トレーニングも限界までやれば、かなり筋肉が大きくなるっていうことが分かってます。もちろん最終的に究極に大きくする場合には自重トレーニングに加えて重量をかけるバーベルや、ダンベル、そしてマシンを使っていくのは効率的と思いますが、マックスの、3割、この重さでも太くなることが分かっているので自重トレーニング勢の希望にもなるんじゃないかなというふうに思います。でいいですか、実際にものすごく筋肉を増やして体を重くしてすごい体を作るっていう方向もあるけど、体重軽いのにすごいって見える体を作るっていうのもとても面白いですよ。で体重が軽いから体も軽いし心臓や血管にも負担が少ないですからね。ということでそういう体の作り方の方向性を示してくれる意味でも陸上選手、それから機械体操選手というのはとても、興味ある存在だなというふうに私は思ってます。それではこの動画のまとめです。自重トレーニングでもボディービルダーのような体になれるのか、限界まで追い込めば上半身はビルダーのようなメリハリのある体を作ることができる。以上、この動画が良いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではこの動画のまとめです。自重トレーニングでもボディービルダーのような、それではこの動画のまとめです。